ミイラの呪いは1944年に公開されたアメリカ合衆国のホラー映画。ミイラの復活から始まったカリスシリーズ全4作の完結編にあたる。ユニバーサルのミイラものとしては通算5作目。前作に続いてロン・チェーニー・ジュニアがカリスに扮した。前作から25年後、カリスとアナンカ王女が沈んだ沼の干拓工事が行われている。 そこにスクリプス博物館から二人の学者ハルゼイとザンダブがミイラの回収にやってくる。ザンダブは実はエジプトから来た第三の神官で部からゲブと共にカリスを発掘。長く使われていない修道院に隠しアナンカを探す。工事現場の泥の中から若い女の姿のアナンカが出てくる。作業員のジョーが発見し保護。しかし、 読み返ったカリスがアナンカを取り戻そうとする。アナンカは逃げ回った末、工事現場監督の命で秘書のベティに助けを求める。しかし、アナンカはカリスに連れ去られ、ベティもまたラゲブに騙されて、修道院に連れて行かれる。ザンダブは、口封じのためベティを殺そうとするが、ベティに対して横島な感情を抱くラゲブに刺殺される。そのラゲブもカリスの怒りに触れ、争ううちに、 修道院が崩壊、その下敷きになる。一方、アナンカは元のミイラに戻り、ハルゼーは博物館に持ち帰ることにする。回想シーンでミイラの復活のカリスを演じるトム・タイラーの映像が使われている。前作のラストでカリスと王女が沈んだ沼が舞台。ただし前作ではマサチューセッツ州だったのが、この作品ではケイジャンやバイユーという言葉が出てきて、 ルイジアナ州のようである。なお、シリーズ第一作、ミイラの復活からは55年以上未来になる。当初のワーキングタイトルは、ザマミー・エス・リターンだった。ミイラ再生と、ミイラの復活の映像が再利用されている。ありがとうございます。